JR 東日本と東京都が整備を進めていた東京駅、丸の内側の駅前広場が完成し、7日、全面オープンした。東京五輪、パラリンピックを控えた首都の玄関口として美しく生まれ変わった。駅前広場は2012年10月に復元された赤レンガの駅舎前に広がり、皇居方面に向かう、御幸通りに連なっている。この内歩行者空間の中央広場、6500平方メートルは、白を基調とした御影石で舗装され、両脇には欅が植樹された。この南北にある交通広場、計12200平方メートルは、すでにバスやタクシーの乗り場として使用が始まっている。JR 東と都が14年8月から約66億円かけて整備していた。